ンジョー、ライティングが腐ってるね、これまた。おい、どうやってやるの、もうなんか豆電球。ということで皆さん、夏いかがお過ごしでしょうか。あのすごく日本はもうほんまに暑いんやでっていう話を左右前斜め後ろぐらいから聞いてるので、すごくなんか暑いですよね夏。私も今月7月の末にあの日本に帰るんですけど、すごくなんか暑さがこうなんか、このライティングほんと腐ってる、無理、ほんまにやってな、ベタベタ、こっちの方がベタベタ。ということでみんながあのすごい楽しい夏が過ごせてればいいなって感じで、すごい笑顔なんですけど、あの実は私1ヶ月ほどパリに住んでみました。 Oh my god, bonjour! ウィンウィンウィン。あっという間にですね、あさってかな、明日か、明日が最終日で、もう1ヶ月経って、もうあのニューヨークの方に戻るんではなくて、このまま1回ギリシャに行ってニューヨークに戻って、で東京に行って、で韓国に行くって感じで、またニューヨークに帰るって感じなんですけど、今年の夏はほんまにやりすぎました。何がやりすぎたって、もう本当にいろんなところに行きまくりました。もうもしかしたらずっと長く動画を見てくださってる方がいたら、もしかしたらお気づきかもしれないんですけど、夏に私は命をかけてるっていうか、もう冬はもう動画も撮れないぐらい、もうドーミンドーミン見えないよ私のこと、ほんまにケミオどこですかってぐらい、どこですか言いたいだけなのにってぐらい、あのもう夏に命かけてるんですね。今日の動画はですね、まあ、1ヶ月パリに住んでみてどう思ったかとか、パリでやっぱり感じたこととか、デートとかもいっぱい行ったりとか、いっぱいっていうか、まあ3、4、2、鍋やつ世界3ぐらいなんですけど、すごい気づいたことがいっぱいあるんです。海外に行ってそこの観光地に行くことももちろんあるんですけど、私はローカルな遊びとか、なんかローカルの人、その現地に住んでる人と会ったりとか喋ったりだとかして、なんかその人たちと話をしてぶつかり合うっていうか、なんていうの、いい意味でね、なんかそういうのがすごい好きなんです。え、こういう感じなんだみたいな。で、私すごいヨーロッパに住むのに、ポッドキャスト聞いてくださってる方がいたらもしかしたらお気づきかもしれないんですけど、あの興味があって、でそういうのも兼ねて、なんか1ヶ月ぐらいパリに拠点を置いてみようと思って、でどんな感じなんだろうと思って、でヨーロッパのね、ほんまに素晴らしいところがですね、もう全部が近いの。例えばパリからイビザまで飛行機で2時間かからないぐらいで行けるし、パリからロンドンなんて飛行機じゃなくても電車で2時間ぐらいで行けるのね。このパリに1ヶ月いる間にも、ロンドンとかポルトガルにも初めて行ったんですけど、ポルトガルとかも1時間半ぐらいかな、2時間ちょっとぐらいかな、それぐらいでもう全部が近いのね。それこそフランスってサウスフランスとか、もう本当に映画ですか、 Call me by your name っていう世界が広がってて、もうヨーロッパってほんまにすごいんやでっていう、なんかいろいろ話を今日はしていきたいと思います。で、その話だけをしていくだけじゃダメなので、あの荷物詰めをしなくてはいけないんですね。で、私といえば、あのパッキングしてるか引っ越ししてるかみたいな感じの人生したら、もう遊牧民みたいになってきちゃったんですけど、そんな遊牧民私がですね、荷物詰めをしながら、あの、この動画で、あの、パリでその1ヶ月過ごした中で、本当に美味しかったご飯屋さんとか、あと洋服とか、ヴィンテージ系の洋服屋さんとかも行きまくったんですね。とりあえずいいところから、ちょっと気になるところまで全部行って、ここおすすめやで、みんなパリに行くときは、ウィーウィーっていうところとかもいろいろ話していきたいと思います。ではでは、どうしましょうね。とりあえずお尻でも振ってみます。どうしましょう。ソファーの下に知らない靴下があるんだけど、気持ち悪い。オーマイガー、誰の靴下、オーマーガー、オーマーガー。てか、この今 Airbnb にあの滞在してるんですけど、 Airbnb の方があのパートナーシップを一緒に組んでくださって、この1ヶ月間、うん、こちらの場所で生活することができたんですけど、ほんまにありがとうございます。なんてだって、オリンピックがパリは今開催されてるから、もうホテルだ Airbnb やって、ほんまに高騰高くて止まれません。私のインスタとかをフォローしてくださってる方は知ってる情報かもしれないんですけどね、こちらの Airbnb すごい素敵なんです。こんな感じでルームツアー、なんかまずですね、お部屋入るとすごい素敵なお部屋なんですけど、ここはワンベッドルーム、ベッドルームが2個あるんですけど、え、マイルズも残ってよ、 You should stay here girl. I know girl, this could be my room. いや、だけどほらエアコンがない。 Oh, the AC. Wait. Oh my god, runway, runway, bitch, where you going? What is that? Okay, I'm here. Oh, runway, shoot. Runway, runway があって、で、ここバスルーム見てすごい素敵で広々としていて、こんな感じのシャワータイプのヘッド見たことない。で、こちらがですね、多分私 I think I'll be sleeping in this bedroom because I love like how the lights is like. I think so too. I think I like this. It's a little light. Wait, see? You better shut that window. シャッターウィンドウしちゃったら、扉を閉めちゃったらもう暑くなっちゃうから。たくさんのハエ、もう大家族でやっていきたいと思います。みんな入っておるうちに。で、こちらがメインルームのリビングルームとなっております。なんか Airbnb チェックインしたときに、なんか、あ、すごいこのカーペット。エアコンないようですから、これ黙って見せされて。でもすごい素敵なんだよ、キッチンとかもさ、料理さ、よくするから私、どんどんね、いろいろできちゃう。なんか、I cook quite a lot of time, so I feel like.There's gonna be a lot of new recipes. ディッシュウォッシャーもあるの。
ね、こうじゃない、やっぱフランスだからさ、こうやって窓で What are the first things that you're gonna do when you're in Paris? I have a lot of friends in Paris. I actually don't have a lot of friends in Paris, but I do know a lot of people in Paris. So I'll make it turn into friends. Ooh, your friends? Catching a fly, not a feeling. Period. Stop playing with Orion. ほんま素敵やろ?だけど、ネズミが出たんですね。で、ネズミが出て、泊まり始めて2日、3日後、3日ぐらいの時に、なんかソファーに座ってたの、夜中の2時ぐらいにね。で、ここを、今泊まってるところのうちのあるロケーションが、みんなからも聞こえる、今。人の声聞こえる?この通りがね、もうバーとかクラブとか、もう夜までもみんながパーティーする、場所なんです。見てください。すごくない?で、これって今日は金曜日なんですけど、月曜日も火曜日も平日も関係なく、朝の5時ぐらいまでもう、うんちゃかめんちゃかみんなパーティーしてるわけよ。で、ほんまに楽しそうやねーと思って上からこうやって覗いたりするんだけど、泊まり始めた時は最初ちょっとうるさくて眠れなくて、なんかカルチャーショックみたいな感じで眠れなくて、起きててソファーの上で電気消して豆電球一つだけつけて、なんかもう、素朴でーすみたいな感じで携帯いじってたのね。そしたら、こうやって視界の斜めになんか動いてるものが見えたの。え、なんだろうと思って、こうやって見たら、ネズミがね、これぐらいちっちゃい、これぐらいのネズミかな?これぐらいのネズミがトコトコトコって歩いてて、多分、私がネズミさんも頭いいから、ほんまスマート。やから、スマートなベイビー。歌うのすぐやめる。やめて、ケミオ。歌わないで。話に集中。はい。ほら、こういうことが起きちゃうの、ケミオ。で、それで、多分ネズミさんも頭がほんまにええから、わからない、うちが寝たと思ってたんだと思うの。電気消えて、スマホいじってるだけで声も喋らないから、もう音も出てないし。で、タコトコって出てきて、うちが思いっきり、わーって叫んだのね。もうほんまに怖かった。ほんまにもうパリ中の全員起こしたよ。もう、マリー・アントワネットさんなんて、お墓からもう、わーゾンビやでって出てくるぐらい、もうほんまにでかい声で、もう叫んで、もうネズミも、わーってもう急いでもう来た道戻ってたの。でもううちはソファーから降りれなくてどうしようどうしようと思って、でうちやっぱりもう本当に昔から見てくださってる方は分かるかもしれないけど、何かあったらインスタグラム、何かあったらインスタグラムライブでもう全部報告って考えてるから、もうライブ中継だけど、さすがにそれはもうできないと思って、夜中すぎて、でなんかもうどうしようと思ってマイルズに速攻電話かけたら、マイルズが出てくれて、タイミングよくニューヨークにいるマイルズが、でもうこうこうこうで状況説明して、もう無理なんだけどどうしよう、眠れない眠れないって、もう本当に泣きそう。ニューヨークで生活してると、まあ海外で生活してる方皆さん分かると思うんですけど、まあ東京でもいるか、もう信じられないぐらいニューヨークってネズミいるんですね。もう本当に、ラッ!もう信じられないぐらいいるの。で、東京のネズミがこれぐらいだとしたら、ニューヨークのネズミリアルこれぐらいなのね。これ本当に持ってるやん、お前、ケミオさんって思うかもしれないけど、ニューヨーク来て、ほんまにこれやから。ほんまにこれ。ほんまにネズミのサイズこれで、あんた、私よりいいもん食ってるのとちゃいますのってぐらい本当に大きいのね。夜中だから、オーナーの方にご連絡しても、もう練習はもちろんないわけ。でもどうしようと思って、朝まで眠れなくて、もうどうしようと思って、まあ寝たんだっけ?なんか覚えてないけど、昔のことだから。でそれでなんか次の日にオーナーの方がなんかそのネズミの専用スペシャリスト舞台みたいな人をよこしてくださって、でなんかピンポンウィーンみたいな感じでボンジョーンって入ってて、でなんか穴みたいなのを見つけてトイレのところに、でこれを塞ぐ、これだと思いますって塞いでくれて、なんか一件落着したので、ああよかったと思って、でそっからなんかロンドン行ったりとか、いろんななんかポルトガル行ったりとかしてて、なんかこう行ったり来たりしてて2週間ぐらいなんか経って、でなんかそれから1回も見てなかったのね。でまだこれはみんな知らない情報だと思うけど、インスタ見てない、見てた人もまだいるの。2日ぐらい前にもこの動画見て、ボーディーが遊びに来たんだけどパリに、その時も見つけたの見て、But like, oh bitch, wait, where the fuck, like, we gotta find a hole. I'm not finding that shit. I don't think it's in there. Oh my god. どこに行ったんだろう、ここにマジでいたの、ここに。で多分これがネズミとかが多分トラックなんていうの、バチ当たる箱なんていうの、ほらほら、トムとジェリーのやつあれだと思うんだけど、でもほんまに最悪じゃない。YouTube とかにフォロワーさんが教えてくれたんだけど、なんかネズミが嫌がるサウンドみたいなのがあるのね。すごいネズミとかそういうのが嫌がるサウンドみたいなのがあって、で、それをもう Bluetooth で繋げて、もうボイラールームかのようにもうリミックスして、もう ディ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  DJ ケミオ、なんかもうツーネズミみたいな感じで、もうイーン
ってやって、もう今出てきてもらってないです。なのでもう本当に私 DJ になりました、パリでボイラールーム専用の。今もこうしてる間もあなたたちもうファミリー in this motherfucking 家だから、もう全員聞いてるんだと思いますね。ズミンファミリー in this motherfucking 家だから。いろいろ買いました、いろいろ買ったんですけど、まあ、パリにいろいろ買っていて、これ東京にもあるってうち知らなかったんですけど、こちらのお店、あのブルーブルー、あの正式名は日本語カタカナで言うとオフィシーヌユニベルセルビューリー、ビューリー、私はビューリーで覚えてるんですけど、マイルズから教わったお店なんですけど、19世紀パリ最新の美容法としてオスとかで美容みたいな感じで、すごいパリですごいあの革命を起こしたなんか歴史的のあるお店で、で2014年だったかな、2014年ぐらいになんかまた復活して、このロック、パリってこう10区ロックとか番号で分かれてたりするんだけど、そのロックにまたオープンして、そこからすごく人気が出て、その3年ぐらい前にマイルズの誕生日で、あのパリに来た時にマイルズがすごいここ絶対行かなきゃって言ってて、私はえーって言って、マイルズって本当にすごいの、最新のものが最新になる前に全部知ってんのね。でここも今お店の前にもう何時間待ちで並ばないと入れないのね。っていうのもなんかここ数年でやっぱ TikTok の力で、ここって自分でオリジナルでリップバームをあのネーミングで作ったりとかすることができるの、すごい可愛いやつ、うちも自分の頼んだんだけど今見せる、ね、これ頼んだんだけど、これギフト用にするとね、ここにフェンターって書いてあるじゃん、これ目の前で手書きで書いてくださるの、すごいあのすごい高級に見えますペン、何でしたっけ、万年筆じゃなくて筆記体じゃなくて、ほら墨汁じゃなくて、わかる、ほんまに出てこめん、万年筆で合っていますね、おめでとうございます。これね、このケースで本当に高くないんだよ、そんなにここまでできるのにってぐらい、これとか全部セットで、ケースもセットで、ここにイニシャルで名前入りも入ってるリップバーム KK って本名で入れてもらったんだけど、これで40ユーロなの、まあ、日本円に今、まあ、為替とかすごいひどいから、から換算しちゃうとあれだけど、40ユーロでこれがゲットできるって思ったらすごいなんかお得だなと思って、でなんかこれとキャンドル以外は全部人のもの、人のものっていうか、あの友達とかいつもお世話になってる方とかにあげるもの、汚れてる、見なかったことにします。私今回ギフトでいっぱい購入したので、なんかこうラッピングとかしてくれるときに、なんか日本の折り紙とかそういうのからラッピングの方法とかもすごいなんかインスパイアされてるみたいな話をしてました。あ、これ石鹸は自分で買ったんや、これほんまや。あー、いい匂い。私がパリに住んで思ったこと、まず第一、 I see myself living here for real の、ここに私パリに住む人生見えました、はっきり clear clear clear、 もうはっきりクリアに見えました。パリといえばあのすごく人が冷たいとかっていう人がやっぱイメージを持たれてる方がすごく多いんですね。で私はあのそういう人とか自分が makes me uncomfortable、 気まずいとかなんかすごい居心地悪いなっていう環境に陥ったことがまだなくて、そういう対応されたことがなくて、で多分もちろんお仕事で来てたりとかするので、そういう触れ合う時で英語ができる方だったりだとか、そういうお仕事関係のフランス人なんていうの、もちろんそうお仕事なのでプロフェッショナルな対応してくださるじゃないですか。だからこう生活していて実際に経験することは何か違うのかなって思ってた部分もあるんです、この1ヶ月で。そういうことは起きるかもしれない、どんな感じなんだろう、知ってみたいと思って、だからいつもなんか人からの話を聞いて、なんかフランス人はすごくあれで、なんかすごい意地悪なこととかあって、なんかすごい冷たくてとか聞いて、私そういう経験ないけどどうなんだろうって思ってたんですね。感じたのが、まあそもそもフランス語ができないから、うちはフランス人は英語を喋りたがらないってよく言うじゃないですか、なんか英語を喋るとすごく嫌がるって。でもそれは多分今回生活してて思ったのが、この国に来たんだからこの国にルールに従えやっていうのってどこの国もみんなあったりするじゃないですか。でだから英語でこうわってハローって行くんじゃなくて、挨拶とかありがとうございますぐらいはやっぱそのどこかの国に行ったら、それはうちもいつも気をつけてることなんですけど、覚えようとか、言葉ができなくてもできようとしてる、挑戦しようとしてるし、そこの国のこととかカルチャーとかリスペクトしてます、あなたをリスペクトしてるんですよっていう気持ちで行ってたのね、この生活してる中。だからボンジョーってすごい言うし、向こうがボンジョーって言ってきたらボンジョーって言うのね。で向こうもあこの人フランス語できるんだなと思って、バーって店員さんとかもそうだし行ってくるじゃんっていう時に、もう困った顔するの、もう困った顔、もうこの世の中困った顔すればもうどうにもなりますよ、ほんまに私が言います、もう何かあったら困りましょう、何かあったら困った顔して
sorry っていうの。したらもう何でもどうにでもなります。世界はもう回ります。あなたのために、あなたの中心で困りましょう。でそれ困った顔をして I'm sorry I cannot speak French って言うと、ほとんどのケースの場合ね、うちの生活の場合、ほとんどのケースの場合はあ、It's okay みたいな、なんかI cannot speak English, but little bit we can try みたいな感じで、お互いでこう、なんて言うんだろう、コミュニケーションを取ろうとするので、で、そこで笑いが起きたりとかして、もうほんとアットフォーミーな空間になるので、そういう経験しかマジしてないです。今回いる時に。だから、いつも最初はフランス語できるようにするし、で、なんかちゃんと、なんかフランス語できないんですけど、とかっていうのを伝えると、わかんない。私の経験からかな。だから、みんな優しかったです。笑ったし、なんか病院とかも行ったんだけど、その話も後でするんだけど、病院とか行ってもみんなマジ優しくて、受付の人とかもぶち怖いかなとかって思ったんだけど、超優しかった。ボンジョー、I'm sorry。これバカにしてるんじゃなくて、本当にこんな感じではやらないよ、もちろん。やっぱどこの国に来ても、日本でも今すごく外国人の方とかすごい観光客の方がいて、なんか英語が英語を第一言語としてる方とかが世界を旅すると、これうちすごいいつも思うんだけど、なんか世界は英語中心、なんか世界はインターナショナルラングウィッチだからみたいな感じでさ、当たり前のように使ってくるの本当にやめた方がいいと思ってんの。うちいつも自分も本当に気をつけなきゃ、英語できるようになったから気をつけなきゃと思ってるんだけど、 Hello ラララって外国人の観光客の方に言われるの、最初さこんにちはって来て、そこから英語でなんとかかんとかとかなると印象が全然違うじゃん。だそういうことなんだなってすごい思いました。勉強になりました。ニューヨークもね、もうほんまに意地悪な人います。ニューヨークってもうみんな常にブチ切れてます、怒ってます、もうほんまに。でもそれって私すごい好きな部分で、なんか人間のリアルな部分というか、やっぱりアメリカニューヨークで生活してるとすごく思うのが、自己発信をしていかなきゃいけないので、生活していく上で自分はこういう人間なんだっていうのを人に読み取ってもらうんじゃなくて、自分から発信していかなきゃいけない、そんな空間なので、時によっては強く相手の行動だったり言葉だったりだとか、そういうなんか態度とかもそうですけど感じてしまうんですけど、でもそういう社会なんです、ニューヨークっていうのは。やっぱりみんなね、信じられないぐらいの夢を追いかけてもう飛んできてるから、だからすごいあのエネルギーに溢れた街で、こんな街は世界にないっていつも思うんですけど、パリもやっぱこう意地悪な人がいるとか、すごい人によっては結構アグレッシブな人がいるっていう話を聞いてたりとかして、そういう人にもなんかアグレッシブな、ちょっと対応強いなとか、まあ言葉がねあれで、あそういう困った顔をして乗り越えつつも、そういうのあったんですけど、なんか同じように見えて全然違うなって思いました。それは言葉で説明できない、ニューヨークに住んでる人がいたらもしかしたら両方経験、なんかすごい難しいけど、なんか同じように見えてなんか同じじゃない。でも歩いてるだけでパリはマジほんまに映画、何百年前のものですとか、もうあのほらね、マリー・アントワネットさんのあそこの場所ですとか、もうわーってもうすごい歩いてるだけで映画だから、もう音楽とか聴かなくても、もうその環境に溶け込みたい、私の体の脳みそがみたいな。音楽とか聴いちゃうとさ、もう世界観が引っ張りこったり、あっち行ったりこっち行ったりってなっちゃうやん。だからもうその場にいたい、プレゼントにいたいと思って音楽聴かないでこう歩き回ったりとかしてて、それがすごく楽しかったです。まあもちろんパリはやっぱり地震がなかったりとかするので、多分そういう古くの建物が残ってたりとかするんだと思うんですけど、古い建物だからこそ、なんかパリって今度のアパートメントとか住んでるところ住宅街っていうのがエアコンがマジでないので、それも最初怖くて、で去年の夏もパリにいた時にもう東京ぐらいマジで暑かったの。もうほんまに湿気もすごすぎて、もうほんと死ぬって思うぐらい暑かったのね。もうマジで暑かったので、それを想像してたから今回も終わると思って、でエアビー検索かけた時もエアコンありとかやったらほとんど出てこなくて、でも終わったとかって思ってたんだけど、今年はすごい今涼しいの。今回滞在してて、もう暑くて眠れない、エアコンないとって思った日ゼロだって。最初の頃とか到着した時とか7月の頭とかまだみんなジャケットとか着てたもん。でなんか現地の人に話とか聞いてたら、今回今終えた冬もう一番歴史、なんか人によってはなんか We had the longest、 もう今までで一番長いって言ってた人もいたんですけど、それが歴史的なのかよくなのか分かんない、最近なのか分かんないですけど、もう冬がマジで長かったんだって。だからその影響もあるんじゃないかって言ってました。超過ごしやすいの、日が落ちるのがだいたい夜の10時とかなのね。10時だよ、やばくない？10時だよ、11時とかなってきてようやく暗くなってくるって感じだから、それで過ごしやすいから、みんなすごい外でお酒飲んでたりとか外で遊んでたりとか、もうそれがすごい、もうライフ、もうほんまライフ。
エアコンの問題も去年そのすっごい暑くて、これどうやってみんな生きてんの現地の人って思ったんだけど、ここ数年なんだって、これぐらいなんかバカ暑くなってきたのって5年とかかな。だからなんか今まではエアコンとかが必要なかったけど、ここ数年からすごい必要、エアコンがないと。でもやっぱ建物が古いからエアコンを設置できない建物だったりするんだって。だからすごい大変っていうお話をなんか聞きました。はい、次、まずあの洋服をもちろんいっぱい買ったんですけど、こちらがプリティボックスっていうお店で、なんかまあ多分みんなも知ってるようなラッパーとかセレブとかがすごいよく行ってるところで、なんかインスタグラムとかでアポイントメント取らないと入れないのね。でも多分誰でも行けるんだと思うんだけど、普通にうちも別に共通知り合いに紹介してもらったとかじゃなくて自分で DM して、でオーナーのニコさんだったかな、多分がすごい親切で超日本も大好きで、日本ではなんかすごいヴィンテージのクロムハーツとかが状態よく売っててとかっていう話で盛り上がったんだけど、そこでまずこのベルト、お前可愛くない？私もう結構前からスタッツが大好きで、もうなんかよく着てたりするんですけど、最近なんかスタッツ流行ってきたな、またあのすごくこちらは、まあ、金額的には高いんだけど、本当に珍しいアーカイブのブランド品とかがあるので、そういうのがすごい興味がある方は行ってみるのがいいんじゃないかなと思いました。次が、これどう最初お店の名前をご紹介いただいた時にオーマイガーって思ったんですけど、外人っていうお店があって、でなんかそちらの古着屋さんなんですけど、なんか日本のコムデギャルソンとかジュニアマケンゾーとか、まあでもそういうのがを扱ってる、日本のブランドだけを確か扱ってるお店があって、でそこであの買い物をしました。すごくあのお店のね店内のレイアウトとかも見やすくて、コムデギャルソンシャーツを買いました。でこちらはケンゾーのちょっと昔のやつなのかな、いつのやつなのかわかんないんですけど、ケンゾーのあのジャケットを買いました。これがあのベストと2つになっていて、ベストの方に襟がついてるので2枚こう一緒に着ることによってジャケットに完成するってことです。で次がこれもなんかスーツとか系なんですけど、なんでかわかんないけど最近スーツにね、すごくあの最近なんでかわかんないんですけどスーツにすごく、どうして今あのおかみからあのケンタへのあのトランスフォーム途中であの起きてしまったんでしょうね。おかみでやりきれなかった現実があったんでしょうか、黒沢健太さん。謎です。あのスーツとかなんかそういうなんだろう、カジュアルめに着たいなと思って、そういうスタイリングをちょっとやってみたいなと思ってスーツをたくさん買いました。エイリーンっていうパリの市内でも2店舗ぐらいあるのかな、そちらのあの古着とかをこうバーって扱ってて、自分で結構掘らなきゃいけない系のお店で、まずこちらでなんかエルメス のスカーフ結構可愛いのいっぱいありました。でこちらがまず一つ目のスーツなんですけど、これ可愛くないですか、こういう茶色っぽい。あんまりこういう色って私肌の色にあんまり合わなくて、自分をすごく自分の顔の印象を薄くしてしまう色ってあったりするじゃないですか。そういう感じであれなんですけど、まあでもいけるかなと思って、はい。でこちらも同じものですね、こちらボスかな、ヴィンテージのボスで、これでだいたい250ユーロぐらいです、上下セットで。これが80ユーロぐらいのなんかレザーのジャケットで、ちょっと汚れてたりするので、まあ自分でも掃除できるかな、掃除して次のあのシーズンというかこの冬とかに着たいなと思って買いました。次が結構なんか私的には個人的にお好きだったというか打ち上げだったの、この The Parisian Vintage っていうお店があるんですけど、写真でね Google で検索した時にレディースのものしかなんか見てなかったの、映ってなかったの、だからレディースなのかなと思って、まあでもとりあえず行ってみようかなと思って、結構シャネルとかミュウミュウとかベルサーチとかそういうブランドのアーカイブ系のものをすごいたくさん扱ってるお店なんですけど、なんかそれで1階が全部レディースとか女の子のお洋服で、あもうないのかなと思って出ようと思ったら、なんか店員さんに、あなんか先週かな、ここ最近超最近メンズも始めたんだみたいな、だから下に今展開してるから見ておいでねって言われて行ったら、メンズも結構すごいいろんなものがたくさんあって、これ結構最近のものなんですけど、2022年のコレクションというか、まあ発売されたあのマルジェラのパンツと、あと新品だったのであの購入しました。はい、こういう古着系のお店って基本的にタックスフリーはやってないのかなっていう感じの印象で、結構やっぱ会話をしていくと、でもタックスフリーができない代わりに割引ディスカウントは結構してくれました。これとかも信じられないぐらいディスカウントしてくれました。でこれはシャツです。なんかシャツってやっぱね、いろいろ何パーっても困らへんかな、ほんまに。でなんかパリに新しくっていうか、なんかあの大きいドーバができたんですけど、ここでなんか私が最近一番好きなサングラスのブランドがあって、これ3個目1個ずっと使ってる黒のサングラスがここのやつなんですけど、多分私の発音が合っていれば ポートタンガーっていうブランドのものなんですけど、すごい可愛いのね。で結構ここの形とかがすごく好きで、でもね値段がね結構なんか高いの。なんか1個目初めて買ったやつはアメリカで買ったんだけど、まあこっちで買った方が断然もちろん安かったんだけど、でも高すぎて結構なんか迷った。でもこの感じのやつとかもすごい可愛くない？でこれが全部ね日本で作ってんの。これメイドインジャパンって書いたとか、どこで作ってんだろうと思って、やっぱ福井県なのかな。福井県ってやっぱあの鯖江がすごい、あのメガネとかめちゃくちゃ有名じゃないですか。私も早くもうずっと言ってるけど、自分のサングラスマジで
始めたい。本当に私のサングラス始まったらみんな買うてね。私メイドイン日本でこれ見た時に、え、私何やってんのって超思った。早く始めたいと思って、自分のサングラスブランドメイドイジャパンで。あのなんかここでまたパリの話に戻るんですけど、本当に日本ってこれ日本ってすごいんだぜっていう感じで、なんかあのアノーインなサウンズになりたくないんですけど、パリですごい生きて思ったのが、一番目に紹介したお店もそうだし、いろんなところでやっぱ日本にインスピレーションを受けてるレストランもそうだし、日本の文化に影響を受けてるものがめちゃくちゃ多いのね。パリってパリだけじゃなくて結構世界的に多いんだけど、でだからすごい勉強になるの。私が日本人として日本で生活して生まれて見逃してる場所を世界から見るとすごいんだって、こういうところにみんなすごいんだって思うんだっていう、なんかその目の付けどころとか、なんかすごい感じ方が全然日本人の私とは違くて、それがすごく勉強になるの。これはもしかしたら日本人ってやっぱすごいんだぜって聞こえてませんように、でもこの数週間パリで生活してて、パリで現在で住んでる日本人の方いらっしゃったら教えてください。 I'm from Japan, I'm Japanese って言うと対応が変わるの。これ何でか分かんないけど、すごい向こうが興奮するの。いろんななんかデートとかに行った時もそうだったし、なんか酒場っていうのか分かんないけど、出会った人とか、何でか分かんないけど、すごい日本に対してパリはなんかあれなのかなって感じました。なんかニューヨーク以上に感じました。日本人って言った時に興味を持ってもらえる姿勢だったりだとか、エナジーなんかチャクラみたいなのがシフトする感じとか、すごいスピッと発言しますけど、なんか感じました。これどうなんですか、私の勘違いですかね。もしかしたらパリにいる間もう日本食しかマジで食べてないのね。マジでうまい日本食屋がもう信じられないぐらいあるの。もちろんパリってもうパティシエとかでさ勉強されに来られる方とかミシュランとかいろいろあるから、日本人の方が活動してるのもすごい活躍されてるところもいっぱいあるんだけど、本当に美味しいものがいっぱいあるの。ニューヨーク以上にあります。でしかももっとすごいのが、やっぱニューヨークからこう世界とかいろんなところ行くと、もうニューヨークの今物価がやばすぎるので、もう全部が安く見えてしまうんですよ。だからもしかしたら現地からすると高いのかもしれないけど、例えば私が一番よくパリに今回いる間行ったのが弁当55っていうお店なんですけど、もう本当にお弁当屋さん、定食みたいなお弁当屋さんなんですけど、そことかもう20ユーロぐらいだったかな、お弁当買えて。これとかだったら多分ニューヨークで食べるってなったら35ドルとかいっちゃうんですね。だからもうすごい、しかもそれで美味しいし、めちゃくちゃお蕎麦屋さんもすごい美味しいとこいっぱいあるし、ラーメンもいっぱいあるし、まあ、もちろんすごい高級系のお寿司屋さんもあるし、それ以外でもおにぎり屋さんもいっぱいあるし、サンドイッチ屋さんとかももう本当に美味しいの。だから住めるなって思っちゃいました。であとはなんか私がこのいる間に、なんか日本では都知事選があったと思うんですけど、パリでもフランスでもすごく大事な選挙があったんですよ。結構今後のなんかフランスの未来が大きく変わるんではないかってぐらいすごく大事な選挙があって、で私もこうみんなにこういうのがあったんだろうっていうのを喋れるぐらいの知識はないので、喋らないので、気になる方は調べていただきたいんですが、私も自分で納得できるぐらいの知識しかないので、知識とか自分でこうなんていうの、あ、こういう感じなんだって思うぐらいのあれしかないので、選挙の前日とかはもう結構街中がその抗議とか暴動とかそのプロテストに備えて、お店のガラスとかが割られないようにこう防御されてたりだとか、アメリカも今今年の11月にすごい大統領選挙があるんですけど、ちょうど4年前もニューヨークにいた時に結構もうすごくあのもう大変で、選挙結果によっては結構街がすごく荒れてしまうのでっていうのはすごくなんか4年前を思い出したというか。であとはポリス、現地の警察がもう信じられないぐらいのマシンガンを持ってるのね。だからもう目の前でこけたら 銃で撃たれるんじゃないかってぐらい、それがすごい怖かった。であと次がなんかボンチョーこんにちはみたいな挨拶の言葉がなんか夕方ぐらいになるとボンスワーになるの。だからうちらで言うこんにちはからこんばんはとかに変わるのかな、わかんないけど。でそれのタイミングっていつなんですか。夕方の6時ぐらいにお店にこう古着屋を回ってた時にね、お店に入ったらなんかボンスワーって言われたの、店員さんに。あ、だからうちはあもうボンスワーなんだと思って、もうボンソワの時間帯になったんだって、ボンソワって返したの。でそのまま歩いて次のお店に行った時にボンチョーって言われたの、同じ時間帯に。で、あ、ボンチョーって言ったので、またボンソワって言われたの。だどういうこと、フランスに住んでる日本の人とかわかんないけど教えて、どういうこと。あれって人の感覚によるのかな、やっぱ今って日が落ちるのが10時とかだからあれなのかな、わかんないけど、すごいそれが気になりました。ボンソワなのかボンチョーなのかどっちやねんってすごい思ってました。であとはフランスの人って超すげえなと思ったのが、フィルターがないんですね、会話するのに。なんかみんな議論が大好きに なんだろうなってすごい思いました。こう討論とかするのが、でそれもなんかこう友達と飲みながらとかもそうだし、普通にご飯しながらとか喋ってる、その日常のカジュアルなシーンでも何かに対してみんな
なで意見の交換をし合うっていうシーンを結構見て、自分もなんかそういう友達に誘われて行った回でそうなったとかで、なんか私アメリカで生活しててやっぱ最初にびっくりしたのが、アメリカの子たちって学校で超ディベートするから、やっぱ自分の意見を公開することとか人とぶつかり合うこと、それが自分がアタックされてるんだっていうあのリアクションを受けるんじゃなくて、やっぱ意見と意見がぶつかることってすごく素晴らしいことで、そこから新たに自分が勉強しなきゃいけないこともそうだし、いろいろ生まれるっていうなんかスタンスを持ってるんです。だからなんかアメリカで生活した時に最初はやっぱりこういうバックグラウンドから来てるので、すごくなんかびっくりしたし、なんかどうしたらいいんだろうって思った瞬間とかもたくさんあるんですけど、それ以上にフランスの人ってなんか自分の思ってることとか自分の脳みそ考えてることをシェアすることに対してのなんか恐怖心がないというか、なんかもうフィルターがかかってないというか、トゲトゲしい、なんか英語で言うとプリックリーだ、英語だとトゲトゲしいって意味なんですけど、悪い意味じゃなくていい意味でストレートフォーワードだなってすごく勉強になりました。それがあとはなんだろう、なんかイケメンもいっぱいいるし、身長が高い男がいっぱいいるなって思いました。私はでもまあこうやってね1ヶ月旅してみてありがたいな、自分のいる環境なって思っちゃいました。だってやっぱりお金もそうだし、なんかこういうことを自分で決めてできたっていうことは、でこうやってなんかいろんな人に会って、またなんか旅することとかなんか旅行することってすごく大切だなと思ってて、特に若いうちとか、まあ経験もそうなんですけど、違う国に行くことによってなんか今いる自分の環境が全てじゃないんだっていうことにすごくあのつながるというか、なんかやっぱいろんな人と話したりだとか、いろんなものを見たりとかすることによって自分の中での思考もそうだし考え方も広がるし、それイコール何かにぶつかった時にここがこれで全てが終わりじゃないんだって思えるようになったんですね。だからやっぱみんなにも海外もし旅行でもいいから行ってねってすごく言ってるのはそういう意味もあって、だからなんかそれをもっともっとなんか私もまだまだなんか広がる世界があるんだなっていうのにすごくなんか勉強になるというか、なんかインスパイアされる、そんな1ヶ月で、なんかよくアメリカで言われてるのがね、 You know what they say like ミレニアルって、ミレニアル世代ってなんか引っ越す国を探してるっていう、なんかよくミーム系で言われるんだけど、私その一人です。だってあげな国あったら見てみたくない生活みたいな。でもそういうことができるっていうのが自分の特権だと思うので、今はなんかすごいありがたいなと思います。以上ですね、ありがとうございました。 Merci。